どうも、ヤドです。今回もですね、商業実況やっていきたいと思います。ただいまの達成率が、4.8%ということでございまして、今月の段級も1.21段とですね、とんでもない数字になってきて、おります。今日がですね、後段の配信になる可能性というのが、非常に高いなというふうに思っておりまして、で、私の講談を見たいという人、さあ、寄ってらっしゃい、見てらっしゃいという感じでございます。絶対落ちねえぞ。ただ、二段に再昇段してからまだ500敗してないから、再昇段した時にも、500敗するまでは、0%になってお も前講が談し先手ないっだ。ていうルールが、なんか、将棋ウォーズにありまし対て、局開始。それが、再昇段した後にも、適用されるのかどうかっていうのは、ちょっと私、レギュレーションを知らないんで、まあ、ちょっとですね、もしご存知の方がいらっしゃったら教えていただきたいなというふうに思います。もし、その500杯の、レギュレーションが、適用されるのであれば、もし、昇段した後も、適用されるのであれば、ですよ、もしかしたら、0%であっても降段する必要はないかもしれませんという、まあ、そんな、状況でございます。さあ、これで、ここに、なんだろう。ちょっと待ってね。ここ、歩ついて横歩取って横歩取ってってのはないか。さすがに。ここに銀打たれる。それはあるよね。この歩取られるとちょっとな、良くないから、桂馬でもう銀2取っ分ちゃうっ30秒。ていうのが一番良いかもしれません。ちょっとわかんないけどね。ちょっとわかんないけど、ここに香車とか打たれてとか考えるとちょっといろいろわかりませんが。そこに香車か。桂馬、相手歩がないから、さ、ここに桂馬あるじゃん。ふんどしの桂。しまった、マジでミスった。ミスった。まあ、でもしょうがないか。まあ、しょうがなくもなかったか、今。対応できたな。全然対応できた気がする。2分。こっからですね。問題はここから。いつもここからです。相手歩がないからこの桂馬跳ねられるんだな。はい、相手相変わらず歩がありませんので、でもこれも歩がないからね。歩がないから、時間をまあトントンと考えた方がいいだろうね。この時間差はあんまり差がないと考えた方がいいと思います。これで、逃げる？1分いや、30逃げ秒。たらダメか。逃げちゃダメだね、これね。やっぱり銀で取ろう。はい、こうですね。そっか、これ香車があったか。ミスったわ。これなー、いや、これなー、香車。みたいな感じですね、これね。一回。
強者だけ打っといて、歩打たれるの嫌だ。1分。こうする？これで金2枚でしょ。これで詰んでるのか。いや待って、まだか。ここに逃げたらここに、いやでもどっちにしても詰んでるか。これこうで30秒これダメだ。大駒が、大駒が集中しすぎて、大駒が悔しいよ。くっそー、悔しい涙を力に変えるんじゃ。くっそー。相手居飛車だったんで、これ、あの、今こういうのやってます。将棋王座敗因一覧というやつですね。まあ、対、居飛車。これで終盤力のなさが、原因です。はい、こんな感じでやっていきます。さあ、これで、達成率が、ですね、4.8% とか 3.8% に減りました。これはやばい。落ちるのか？俺は今日落ちるのか？まだ実感がない。後段に向けての心の準備が整ってない。心を整えなければ。さあ、お相手1級の方、松田式石田流。長谷部誠にならなければならないですね。まずいぜこれは本当に。さあ、お相手石田流ですね。新石田流的な。銀上がっちゃおう。はい、これで銀上がって桂馬跳ねてくる。どうかな。これで2分30秒、はい、これでこれでちょっとわからないんだけど。あ、待ってね、これ銀上がるじゃん。角道通しておけばみたいな話になんないのこれ。まあでも結局この桂馬、あ、でもここに歩が打てるか。ここに歩が打てるのがちょっといいか。よしよしよし、ここに歩打ってさえすればこっからはこっちのもんになるんじゃないのっていう。こっちの陣形乱れてないし、はい、桂馬をシンプルにもらって悪くない。はい、これでここに桂打ちですね。ふんどしの桂、はい、これでここに歩打って2分、香車作って、これで馬作って切ってくる。切ってくるんだったらそれはそれで全然歓迎っていう感じなんだけど、そうならないので、まあ金もらえますか。うんうん、はい、こう
これでここに歩打って、どうなんだろうねこれで。一回これでここに下から香車打ちますか。うん、1分30秒。これで金打って銀行ってここに桂馬打たれる。あ、そうじゃない。こうかな。角はもう望むところですよ。これ全然望むところです。これ角打ち金打ちで負けてるじゃん。やばい、角打ちがまずい。銀打ててよかった。ただ時間がない。30秒。やばいね。20秒。これで残り12秒。10秒。やばい、これ牛で取られるじゃん。負けたー負けたー。一球に負けた。悔しいじゃろ。この悔し涙を力に変えるんじゃ。待って待って。もうこれさ、マジで降壇じゃん。やばいやばいやばい。やばいぞ、これは。ちょっと敗因一覧と書いてる場合じゃなかった。やばい、ゴールデンウィークに突入してます。さあ、お相手初段の方ですね。やっていきたいと思います。さあ、お相手棒銀でしょうか。まずは、居玉なので、居飛車なので相手が、棒銀に、しっかり対応しておいて、何もう切ってくる。あ、びっくりした。びっくりさせるなよ。びっくりさせないでくれよ。これは一応対応できてるでしょう。うわ、最悪。怖っ。怖っ。はい、これで角打ちができますよね。はい、これで、一回馬作っておいて、これで、こっちをもう一個馬作っておいて、あ、銀打たれるけど、銀打たれるけど別にそれはいっかみたいな話しておいて、一回引いて、はい。はい。2分30秒。これで問題ないし。問題ないはずなんで、はい、こ
これ切っていっちゃいましょう。はい、これ切っていっちゃいます。まあ、これこんな感じにしとけば問題ないはずなんで。これで香車打ってくる。ああね、確かに。まあ、桂馬打っとこう。この飛車がね、走りたい一心ですね、今のところ。2分、飛車走りたい一心です。はいはいはい。これで、銀打っちゃう。ロケット砲が今炸裂しようと、炸裂戦としてますね、今。相手のロケット砲が。これで系統の銀、系統の銀して、ああそうか、そっちが。1分30秒。角大丈夫だよね。いやでもこんな悠長にしてる場合じゃさすがにないか。とりあえず一回桂馬打つか。やばい、金取られるじゃん。なんかわけわかんないことになってきてる。角打たれて逃げて銀か。1分。と言っても勝てないっていう感じか。これで こっちに逃げる道があればどうにかなるんじゃないみたいな話なんですけど、とりあえずここに、違うな、まず強者、強者、ここに強者、これで、金打ち。はい、対戦ありがとうございました。危ねえ、危なかった。この歩の裏からの強者が良かったですね。マジで危なかったです。対戦ありがとうございました。お疲れ様でした。これで、達成率が、ちょっと水分補給しよう。一回落ち着こう。デイリー実力 1.29 っていう。ああ、よし。よし、今日何試合できる、あと。うん。はい、あと2、3試合です。あ、違う、2、3試合じゃないよ、あれ。ちょっと待ってね。まあいいや。対局開始、はい。とりあえずもうゴールデンウィークスペシャルですね。講談スペシャル、ゴールデンウィークの講談スペシャル。
スペシャルというほど長くやるつもりはないですけど、それにしてもこの勝率はやばい。さあ相手居飛車なので、まずはそうですね、まずはですね、タイムマネジメントと、まあ相手棒銀で来る気配は今のところないので、まあそこにちょっと気をつけていきたいかなというとこなんですけど、あ、やっべ、間違えたー、おかー、おなのか、俺は危ね危ね回ってこられたら終わってた。歩打つこう。うん、これギア上がるか。はい、でこれ5筋の歩取っちゃって、2分30秒、はい、これは回ってくるパターンですね。はい、これで一回金上がってみるか。それ意味ないか、これ銀引いても意味ない。角上がってみたり、2分という中で、これ桂馬先に跳ねとかないとこの桂馬の頭攻められちゃうんで、ということにしておいて、これでさあ、やっべ、これはやばいか、何かやばいか、やばいのか。やばい、勝てる気がしない。時間もちょっとなきついことになってるしな。一回歩打ちますか。ここに歩打たれちゃうんだ、それはいいよ。1分30秒。わからん、わからん、マジでわからん。あ、ここに歩打たれる、もしかして。あれ違う、これ飛車で取れるじゃんっていうか、なんで飛車で取らない。これはマジでミスってるんじゃないか、もしかして。1分。これ銀があったらやばいから、それで金がこっちに来たら桂馬で取れる。ああ。
30秒。30秒か。まあ、金切るか、これ。そしたら。これで、あ、やば、間違えた。これ、詰めろ。一応。20秒。はい。これで、角、10秒。負ける、負けた。完全に負けました。あー、畜生。おいしい将棋じゃった。将棋のすぐそこじゃ。ダメだ。1勝3敗。達成率 2.6%。マジで降乱する。今日あと1試合ですかね。はい。ちょっとあと1試合だと思います。お前が先手だ。時間的に。さあ、お相手初段の方、腰掛け銀がお得意の方ということでやっていきたいと思います。やばい、降乱だ。マジで降乱だ。また初段の日々を過ごさなければならない。またかよ。またかよ。これ500杯するとどうなんだ。500杯するまでは降壇しなくて済むのかな。最小段の場合が分かんないんだよな。まあ、参ったね。はい。これで、一回、はい、飛車で行って、この辺に角上がっちゃいましょう。なんかこれ複雑になるぞ。これ取って取って、飛車取って取って取って、で駒得になる。一回引いとくか。やばい、引き場所があんまり良くなかったか、これ。2分30秒。こうしとこう。これで角ゲットでしょ。角はゲットした。叩いて、もう一回叩くかどうかが考えどころだよね。はい、叩きの歩、叩きの歩でしょ。はい、もう一回叩こう。これで金がこっちに上がってくるっていう。はい、これで一回角打って、と金作って、銀行来る、こっちに来る、どっちに来る。こう来たらも取っちゃうぞ。はい、というわけでですね、先ほどまで収録をしていたんですけれども、まさかのですね、途中で PC が落ちるという事件が、起こりました。なので、対戦が、途中で、ストップ、しているかと思います。いきなりこの画面に切り替わっているという状況かと思います。先ほど、対局中に PC が落ちまして、急遽スマホに、切り替えてですね、劣勢だったんですけども、最終的には勝ちました。こちらですね。どのタイミングで落ちたんだったかな。あれ、
こんな感じで行ってて、はい。この辺。ここです。ここで、相手は残り1分16秒、こっちが2分4秒あるところで、PC が落ちまして、ここの、2分4秒のところをご覧ください。ここでスマホに切り替えてたので、ですね、40秒、50秒ぐらい、時間を消費しました。で、時間差はめちゃくちゃあったのにトントンになって、だから結局、こんな感じでいろいろと進んでいって、で、局面、大劣勢になってしまってると思うんですけども、なんだかんだで相手が時間切れになって、勝ち、というところまで、行きました。ということですね。はい、というわけで、ただいまの達成率が、3.5% でございます。2勝3敗ということですね。で、さっきの、途中まで取った、データを確認したら、破損はしてなかったので、この今収録しているデータとくっつけて、お送りしようと思ってます。なので今日あと1試合だけ終わって、この、収録回は、終了しようと思っております。というわけでお付き合いください。さあ、お相手初段の方ですね。対局右四間飛車のお得意の方ということでやっていきたいと思います。さあ、右四間飛車ですね。で、居飛車なので、まずは居飛車、相手が。はい、これ王様寄っておいて、これ右四間飛車に来るかどうか微妙ですね。まあでもまだ可能性あるか、全然。はい、これ角引いといて、もしこのまま行ければチャンスなんだけど、チャンスはないですね、これね。はい、これで一回引いときます。端ついて、銀上がります。で、角が来る準備してるから、これで一回銀角総交換まで行きたいですね。はい。それにしてもですね、PC が古くってですね、もうほんと10年選手なんですよ。デスクトップの PC、Mac の PC 使ってるんですけど、まあ、10年選手ということで、結構ね、辛いものがありますね。何回も落ちるから、困ったなぁと思ってます。まあ、銀打ちますか、無難に。まあ、時間をね、消費してももったいないので、この辺で。この辺で時間消費はもったいないですね。ただ、桂馬の頭を攻めたい、という気持ちは、もう圧倒的にありますね。2分30秒。さあ、これで一回金上がっておきますか。ここに角打ちちょっと出てくるけど、ここの歩突かれるとかがちょっと嫌かなっていう感じですかね。桂頭の銀、はい、これで、なるほど、銀ぶち込んでくるっていう感じ。角で取る、2分、金で取るか、で銀打ってくるってことか。あれ違った。ちょっとわかんないっすね。まあ、これが一応、これ金取りになってます。これ回っていきますっていうのをやろうと思ってました。どうなんだろうね、これね。なんとも言えないですね。だってこっち怖すぎるもんね。飛車切られとか、切られてとかでもちょっと怖いような気がするし。
1分30秒。まあ1回、はい、相手に銀渡しちゃいましたね。銀渡したの良くないか。もう1桂もあるんで、ちょっと1回割り打ちやって、割り打ちの銀、割り打ちやって角が出ていけるんだよね。角が出ていけるっていうところを最大限に生かしたい。はい、ここで王様で取ってこられる。はい、これで竜入っていって、これは角でしょう。あ、違うか、こうか、こうか、こうですね。あ、ていうか、それやんなくても、この金打ちに詰んでたじゃん。この書き打ちがちょっと余計でしたね。はい、対戦ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。対戦ありがとうございました。はい、というわけで、最終的に4勝4敗かな、あ、3勝3敗か。で、4.4% ということで、あんまり、始めた当初と変わらない達成率でフィニッシュという形になりました。まあ、ちょっとですね、途中で PC が、落ちて、まあ、残念な感じになってしまいましたが、一応ですね、何の不自然さもなく、収録を終えることができたんじゃないかなというふうに、思います。というわけでご視聴ありがとうございました。まあ、達成率 4.4% とですね、もうこれ後段ですよ、後段。もう後段が、ほぼ見えているという状況で、これはゴールデンウィークというより後段ウィーク、という感じかなというふうに思ってますので、めちゃくちゃきついけど、どうにか後段を避けるべく頑張っていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。お相手は私、ヤードでございました。お疲れ様でした。